町田の皆さん、こんにちは。次はこの聴取笛というものの説明です。これで三味線の音を合わせていきます。そうですね、ちなみに僕はつけません。音色が変わる。じゃん、ついに作りました。まさひろオリジナル三味線の小三味線です。まさひろモデルということで、ここのネックのところ、これがですねギリギリまで伸びてます。 OK ブロ。続いてはOK, cut. And then a lady next to me punchline. A lady next to me said,